倍の速さで血が流れてゆくのだろう。僕の血管を全部一本の線で結んだら君の住む街まで届くかな。なんて思って調べると、なんと地球の赤道を2周半もするらしい。ポルトガルに住む兄さんにも会いに行けるな。小さな猫にも、あの小さなスズメにも、小さなカナブンにも、それぞれの血管があって、心臓はめちゃくちゃ頑張ってる。温かくて愛しいあなたにありがとう。だから命を自然に愛してしまう。なかなか気の合わない人もいるけれど、それぞれに流れてるその血を思い出して、疲れたら休めるよ、いい元気になったらまた歩けるように、涙が自然に流れるように、体の声耳に澄ませて、そしてあなたの体を抱きしめたくなるこの気持ちを愛してゆこう。この桜は心のままに、私の体に自分の体をぴったり合わせて、そのままで息を立てている。ああ、私ももっと自然になれますように。そしてあなたの体温に I love you を。ありがとうございます。